ベラ・アントン・レオス・フレックはアメリカのバンジョープレイヤー。世界で最も革新的で、技巧的なバンジョープレイヤーの一人として知られ、ニューグラス・リバイバルやベラ・フレックフレック・トーンズといったバンドでの活動でも広く知られている。ベラ・フレックはニューヨークに生まれ、ハンガリーの作曲家、バルトーク・ベーラ、オーストリアの作曲家、アントン・ベーベルン。 チェコの作曲家レオシュヤナーチェクの3人の中から名付けられる。フレックは元教師の母親の手によって育てられ、彼が40代になるまで父親と出会うことは許されなかった。フレックはテレビ番組ジャジャウマオクマンチョウジャのテーマソングになっていたアールスクラックスの演奏を聴き、バンジョーに興味を持つ。百七十三年、彼が十五歳の時に祖父から彼にとって、 初めてのバンジョーを送られる。その後、フレックはニューヨークの音楽芸術高校に入学し、ホルンを学ぶ。また、彼はトニートリシカの下でバンジョーを習う学生でもあった。高校卒業後すぐに、フレックはタスティーリックスのバンドメンバーであるジャック・トットル、パッド・エン・ライト、マーク・シャッツとの演奏のために、ボストンに行った。この間の1979年、フレックは ファーストソロアルバムクロッシングザトラックスをリリース。このアルバムは彼のプログレッシブブルーグラス作曲への最初の冒険であった。フレックはベーシストのマーク・シャッツと共にボストンのストリートで演奏を行った。フレックとシャッツは1981年ギタリストでボーカルのグレン・ローソン、マンドリン弾きのジミー・グッドローと共にスペクトラムを結成。同年、サム・ブッシュが フレックをニューグラスリバイバルへと勧誘。フレックはそこから9年の間ニューグラスリバイバルで演奏をすることとなる。1987年には新しいソロアルバムドラブをリリース。このアルバムは1988年にグラミー賞の新しい部門であったベストブルーグラスアルバムを受賞する。1980年代、フレックとブッシュはしばしばドックワトソンや メール・ワトソンと共に、様々なブルーグラスフェスで演奏を行った。最も有名なものは、テルライド・ブルーグラスフェスである。フレックとビクター・ウッテン1988年、ベラ・フレックとビクター・ウッテンは、キーボード兼ハーモニカ奏者のハワード・レビと、ウッテンの兄弟で、パーカッションのロイ・フューチャーマン、ウッテンと共に、ベラ・フレックフレックト・トーンズを結成。 彼らは何枚ものアルバムをレコーディングしたが、中でもセカンドアルバムの Flight of the Cosmic h i p o は、ビルボードのコンテンポラリージャズアルバムチャートで1位を達成する。これにより、ジャズやロック、フュージョンでのファンを増やした。デビは1992年にバンドを去り、しばらくはトリオで活動。その後、1997年に、 サクソフォンのジェフ・コフィンが加入し、1998年のアルバムレフト・オブ・クールから参加。2008年、コフィンがバンドを去り、代わりのサクソフォンとして、デーブ・マシューバンドからリロイ・ムーアが加入。2009年には、ハワード・レビが再び加入。2011年には、ベラ・フレックとオリジナルメンバーで、ロケット・サイエンスをレコーディングし、ツアーも行う。 フレックトーンズとともに、フレックは、ツード、グラミー賞を受賞している。フレックは、アスリープ・アット・ザ・ホイール、アリソン・ブラウン、エドガー・メイヤーと共に、グラミー賞を受賞している。また、フレックは、他のミュージシャンとの共演で、カントリー、ポップ、ジャズ、ブルーグラス、クラシック、フォーク、スポークノワード、作曲、編曲でも受賞している。2001年、 フレックは長年の友人で演奏のパートナーであるエドガー・メイヤーとパーペチュアル・モーションをレコーディング。このアルバムはフレックのバンジョーとジョン・ウィリアムズ、エベリン・グレニー、ジョシュ・アベル、ゲイリー・ホフマンといったゲストらとのクラシック原曲の演奏が収録されている。このアルバムの楽曲はショパンのエチュード・オーパス、十0ナンバー4インシー、マイナー、ドビュッシーの子供の両分。 パガニーニの常同曲やベートーベンのピアノソナタ第14番、ショパンのマズルカが2曲、それと2曲のドメニコスカルラッティのソナタなどである。このアルバムは2002年のグラミー賞でベストクラシカルクロスオーバーアルバムと子供の両分、の編曲でベストアレンジメントに輝いた。フレックとメイヤーはバンジョーとベースの競争曲を作曲し、ナッシュビル交響楽団と共に演奏を果たした。 フレックとメイヤーは後にタブラ奏者のザキール・フセインを加えたトリオの競争曲を作曲した。競争曲は2006年のナッシュビルで公演し、後にアルバムザ・メロディー・オブ・リズムに収録。トリオはその後2009年、2010年にツアーを行った。フレックは自身が影響を受けた人物として、チック・コリア、チャーリー・パーカー、そして前述のアール・スクラックスを挙げる。フレックは スクラッグスを、スリーフィンガーピッキング双方における、間違いなく、最高の番上引きとしている。ソロでの活動とフレックトーンでの活動で、フレックは、ハイシエラミュージックフェスティバル、テルライドブルーグラスフェス、マールフェス、モントリオール国際ジャズフェスティバル、トロントジャズフェス、ニューポートフォークフェスティバル、デルフィスト、オースティンシティ・リミッツミュージックフェスティバル、シャコリーヒルズ、ボナルーフェスティバル、 ニューオーリンズジャズヘリテジフェスティバルなどに出演している。また、フレックはサイドマンとして、トニー・ライス、デーブ・マシュー・バンド、ジンジャー・ベーカー、フィッシュなどと共演もしている。フレックとオンの休みの間、デーブ・マシュー・バンドと共に32-03にわたる DMB 市場で最長の演奏を行った。フレックは、デーブ・マシュー・バンドの1998年のアルバム、 Before t クラウディッスト・ w ト i t Streets に収録された Don't Drink the Water を含む3曲に参加。2005年、フレックトーンズの休止中に、フレックはいくつかの新しい試みを始めた。アフリカ伝統音楽家とのレコーディング、フレックトーンズの17年の活動と再結成に、ついてのドキュメンタリー映画 Bring It Home の共同執筆、アビゲル・ウォッシュバーンのアルバム。 ソング・オブ・ザ・トラベリング・ドーターの共同プロデュース、ジャン・リュック・ポンティ、スタンリー・クラークと共に、アコースティック・フュージョン・スーパートリオの結成、スパロー・カルテットのメンバーとして、ウォッシュ・バーン、ベン・ソリー、ケイシード・ドリーセントのレコーディング、フレックとチック・コリアとの演奏。05、01、2008-2006年末、フレックは、チック・コリアと共にアルバム・ザ・エンチャントメントをレコーディングし、 2007年5月にリリース。フレックとコリアは2007年にツアーを行う。ベラ・フレックのでのローリーでの演奏。06、06、2011-2007年6月、ウィニンペグフォークフェスで、マリ出身のコラ奏者のトゥマニ・ジャバテと共に共演。2009年のボナルー音楽芸術祭でも共演する予定。フレックは、バンジョーの先祖である楽器、マリアンゴニの奏者。 チェック・ハマラ・ジャバケとも共演している。2007年12月、ドイツでエイズの知名度を高めるため、チャリティーコンサートを開催。また、彼にとって最大のコンサートを2007年の12月1日に、スイスのグロッセ・ハレベルンを開催。2007年、アメリカツアーの間、クリスマスアルバムジングル・オール・ザ・ウェイのために、トゥバ共和国の合唱団、 アラッシュアンサンブルと共に、フレックトーンズは3曲をレコーディング。2008年の12月末と2009年12月に、アラッシュ合唱団とフレックトーンズは、アルバムのプロモートのためにツアーを行った。アルバムは、2009年のグラミー賞で、ベストポップインストゥルメンタルアルバムを受賞。2008年6月13日、ブルーグラスの重鎮サムブッシュ、ルーク・ブラ、エドガー・メイヤー、 ブライアン・サットン、ジェリー・ガグラスらと共にブリューグラス・オールスターズの一員として、ボナルー音楽芸術祭で演奏。翌日、フレックはアビゲール・ウォッシュ・バーン、スパロー・カルテットと共に、同フェスで演奏。2009年、フレックが、ウガンダ、タンザニア、ガンビア、マリを訪ねたドキュメンタリー映画をリリース。スローダウンア・ハートは、フレックの儀系のサッチャ・パラディーノが監修。 2011年9月22日、フレックはナッシュビル公共楽団との初公演をナッシュビルで行う。フレックはジョアニー・バルテルのバンジョープレイヤーである。フレックと妻のアビゲール・ウォッシュバーンのデュオ。2010年、シャコリーヒルフェス。フレックはバンジョー奏者のアビゲール・ウォッシュバーンと結婚。ウォッシュバーンはナッシュビルのスクエアダンスで出会う。その時、 彼女は踊っていて、フレックは演奏をしていた。フレックは、ウォッシュバーンのファーストソロアルバムをプロデュース。ドリーセンは、聖なるバンジョーの皇帝となるだろうフレックの後継者が生まれるとジョークを言い、2009年5月にはウェブサイトザ・ブルーグラス・インテレジェンサーが、ウォッシュバーンとフレックの婚約を戦略的結婚として掲載。2010年2月、 アスペンタイムスはウォッシュバーンがフレックの妻であることを報告。2013年5月19日、ナッシュビルでウォッシュバーンは男子を出産。ベーラ・フレック・ハズ・ビー・ン・ナモイ・テッド、インモア・カテゴリーズ・ザン・エニー・アザ・ミュージシャン・イン、グラミー・ヒストリー。ありがとうございます。